おはようございます。白菜です。さて、本日のお話は、休息は生産性を上げるというお話です。一生懸命に仕事に取り組む。一生懸命に勉強に取り組む。一生懸命にスポーツに取り組む。どれも素晴らしいことです。しかし、一生懸命やるだけでは疲れてしまいますよね。では、休めばと言いたいところですが、休んだら他の人より遅れてしまう。休んだら体がたるんでしまう。そんな心配をして、休めずに一生懸命やり続けてしまう。しかしそれは、自分を追い詰めているのと同時に、実は、長い時間やっていることに安心しているだけで、効率の面では、非効率だったりします。疲れ切った体では、頭も働かないし、体も重たい。そんな状態でいくら頑張っても、自分が思っているほどの成果は出ないのです。だからこそ、力を出し切った後は、しっかりと休む。休めない状況が続いたとしても、一段落したらしっかりと休む。休むことを前提にした方が、一生懸命の時に効率も上がるものです。休むことは、自分を信じているということにもなるし、逆に休めないというのは、自分を信頼していないということもできます。本当に自分のためになり、パフォーマンスを上げるために必要なことは、ベストに近い自分でいられるように、コンディションを整えることです。だから、本当に疲れたら寝る。休みなくやり続けることは、自分のためにもなりません。思い切って寝る。思い切って休息をとる。思い切って休憩する。休むことは、何も悪いことではなく、自分を大切にすることなのです。では、今日も素敵な一日を。